よくぞここまでたどり着きました。あなた、エルピスに行ったのですね。私たちの時間もやっとここでつながった。わかりました。ではその上であえてあなたたちに問いましょう。ここへ来た目的を。ハイデリー、あなたは週末が再来した時に備えて脱出船としての月を準備していたのよね。でも本当にそれで全てなの？私たちは逃げたくない。共存世界も含めてこの星を救いたいの。そうですね。逃げるのは人が取りうる二つの選択、その片方に過ぎません。もう一つの道はメーティオンが救う天の果てへ向かうこと。終焉を歌う者たちと直接決着をつける方法です。しかしそこは彼女たちが支配するデュナミスで構築された宙域。思いだけが力となるその場所ではどれほどのエーテルを有し強大な魔法を食ろうとも決して彼女たちに勝つことはできません。かの空間に集められた先行く星々の絶望、苦しみ、悲しみ、それらに抗えなければ行くだけ無駄、あえなく全滅するでしょう。そんなの平気よ。私は屈したりしないわ。なんて昔なら言えたかもしれないけど、旅の中には確かにあったわ。どうしようもなく悲しいこと、恐れるなって言い聞かせても足がすくんだこともね。あの思いをなかったことにはできない。絶対に大丈夫だなんて言えない。そんな私たちじゃ逃げる道を選ぶことしかできないの？いいえ、あなたたちはだからこそ可能性を持つのです。かつてアーテリスよりも栄えた多くの星々が負の感情のない楽園を作り出そうと試みました。悲しみや怒り、争いや破滅、死や絶望、そういったものを排除しようとして失敗したのです。メーティオンの報告によれば一つの成功例もなく。だとすればそれらの闇は決してなくならないものなのでしょう。どれほど理想を突き詰めていっても全てを消し去ることはできないのです。だから生命は必ず絶望する。するけれどしない誰かがいたのなら繋いでいけます。あなたたちだってそうしてここに至ったのではありませんか。
完璧な正しさは存在しなかった。その理想が打ち砕かれた時、傍らに立つ者に手を差し伸べられた。己の力は望みに足りはしなかった。無力に苛まれた時も目指す背中は揺るぎなかった。大切なものはその手をすり抜けていったけれども、愛は継がれ新たな希望に巡り合った。言葉は本質から遠く、あなたを悩ませた。その心を理解してくれる者たちがいた。真実は容易にねじ曲がり、失われる。そう知ってなお探求が止まなかったのは、わずかでも触れたいと願える者に出会えたから。憎しみは自他を燃やし尽くした。真っ白な灰の中に小さくも温かなものが残った。大きな災いに対し人はあまりに非力だった。それでも数多の手に惹かれ押されて、今新たな地平を望んだ。あなただってどこで折れていても不思議ではなかった。苦難は十分にありました。けれど時に旅の続きを思い、この世界で会う誰かを思い、託されたものを糧にしてあなたは立ち上がってきた。そうして絶望を知り、いずれ終わりが来ることを知りながらも、皆が歩み続けていけることこそが、今の人が勝ち得てきた力、終焉を歌う者に対抗しうる強さなのです。では、私たちは、終末を止めに行くことができるのですか？その資格を得るに限りなく近いでしょう。ですが、人を天の果てに送るのは至難の業。やり直しは効かず、子孫じれば二度目はありません。故に私は星の意志として問わなければならない。あなたたちの決意を、強大な相手を前に幾度倒れこぼたれようとも、皆でなら戦い抜けるという確信を、古き神にすら屈するようならば天の果てで待つ者たちに挑むべくもない。月に乗り私を捨ててどこへなり逃げるといいでしょう。さあ構えなさい。どれほど大層な試練を言い渡されるのかと思えば、なるほど、わかりやすくていい。その分ごまかしも効かないがな。ああ耐えてみせるさ。何せこっちには諦める理由がない。崩れそうなら支えましょう。微力でもそのために力を培ってきたのですから。まったく、あなたたちと来たら
相手は最強の蛮神の一柱、星の意志だと分かっていて。でも、ええ、私も負ける気はしないわね。全力でいただいてくぞ。すべての世界を救う最後の可能性、星と命の未来を。ああ。エリクスでは聞けずじまいだったことを、今一度あなたに問いましょう。あなたの旅で良いものであったなら、勝利をもって示しなさい。いつでも準備万端だ。ああ、共に行こう。計略を披露しましょう。出番だな。手のかかる子ね。気合入れていきましょう。
星の意志として最後の古き人としてあなたたちの勝ち得た強さを見定めましょう。これは未来の選別、歩むべき道のしるべ。もらった。武器を変え、すべての技を見せましょう。光のクリスタルよ、ここに。ここで沈んでもらう。すまない。覚悟なさい。星の彼方より届く歌を感じ。命の果てにある絶望を考えて、闇の中を死にすべる。思いの力で越えなさい。さもなくば逃げるがいい。エクソダス。そう、
最後まで歩むことをやめない。ならば続けましょう。それは私を超えるまで。クリスタルに託された力を。ここで沈んでもらう。やっと。
アイデリ、あなた、やっぱりもう力が。星の意志として、未来の番人として、この一戦をきちんとやり遂げるだけの力は残してありました。だから大丈夫。あなたたちは正しく試され、正しく打ち勝ったわ。本題に入る前に、一つ教えてもらえるかしら？あなたが世界を14に分割した理由、それはもしやエーテルが薄弱な生物の方がデュナミスに干渉しやすいからではなくて、あなたは一度終末に打ちのめされた人類が今度こそ絶望を受け止められるようになることを願った、信じた。それが遂げられた時、デュナミス渦巻く天の果てへと終末を止めに行けるように世界ごと命を作り変えたのでは。さて、私の行いはどうあれ人に課した試練、多くを破壊し多くを苦しめた。優しさや正当性で語られてはならないものです。それに事実、ゾディアークはとても強かった。星を巻き込むくらいの全力で行かないと、どうにもなりませんでした。大切なのは、私が何をしたかではなく、あなたたちが今、私を乗り越えたということです。だから、逃げずに立ち向かう方法を、すべての命運をその手に託します。そこには私が割り出したメーティオンの軌跡が記録されています。天を航行する術を学んだレポリットたちならば、向かうべき座標を割り出し案内してくれることでしょう。しかし、私たちは実際にそこへ到達できるのだろうか。天の果てというくらいだ。月に行くよりずっと困難だろう。メーティオンのようにデュナミスを使って飛ぶわけにもいかないだろうし。エーテルを動力とする場合、目的地に到達するために必要な量は並大抵のものではありません。ですが、あなたたちはすでに解決法を目の当たりにしているはずですよ。まさか。ええ、そのまさかです。私は星の意志となって以来、この場に満ちるエーテルを少しずつ結晶にしてきた。ここへ精神をつなげた超える力の持ち主たちは必ずそれを見たでしょう。そして姿を現さない私に代わり、それを星の意志の象徴として捉えたのです。マザークリスタル、この星が蓄えてきた反撃の切り札、あなたたちを天の果てへと運ぶ力です。けれど、私が手を貸せるのはそこまで。行った先で待ち受ける絶望の闇の中は、
あなたたち自身の力で進んでもらわねばなりません。だから必ず覚えていてください。誰かの喜びが誰かの悲しみであるのなら、あらゆる人が絶望する中で、あなた一人が希望を抱くこともあるのだと。最後にもう一つだけ、あなた、どうか近くまで来てもらえませんか。今日までの長い時間、星の未来をつなぐ方法を探してきました。幾度となく窮地に陥った時、あなたから聞いた冒険の話やあなたとの約束がどれだけ私に勇気をくれたことか。世界が変わっても、そこに何かを求めて旅をする者がいる。別の歴史だったとしても、未来のために戦う者がいる。ただそれだけで、私は何度だって人を信じ直すことができたのです。ありがとう。ささやかですが、心を込めてお礼をさせてください。アゼムの術が込められたクリスタルを持っていますね。私、ハイデリンの司る力は停滞、沈静、平穏、つまりは存在を固定するものです。その力をアゼムの術式に組み込むことによって、数度限りではありますが、姿なきものを呼び、形を与えることができるでしょう。正解の道すがら、あなたに応えた魂のように、肉体なきものでさえ呼び寄せられるかもしれません。けれど、アゼムの術はあくまで使う人の願いに応じるもの。望みを持っていてこそ力を発揮します。自分でさえ結末を思い描けなくなった時、先を開いてくれるのはその術で呼ばないもので、術の元の持ち主はそう言っていたわ。託せるものは今度こそこれで全て。お願い、どうか約束を。あらゆる時代をこう積み重ねてきた人の答えを、私たちは終わるものかと終焉を歌う者に叩きつけた。あなたたちこそ生まれてきてくれてありがとう。私はきっともう魂に残らないけれど、
知っているわ。たくさん見せてもらったもの。私はきっともう魂も残らないけど、私の思いいつまでも愛しき頃守ります。